皆さんこんにちは。新幹線、飛行機、電車、高速バス禁止旅4日目、静岡県下田市ペリー上陸の地に来ています。ペリーは上陸した後、今映している方向にあるペリーロードを通って稜線寺に向かったようですが、今回はその反対側に向かっていきます。その先にあるのがこの小さな建物です。少し文字が見えたかもしれませんが、これから今映しているこの船に乗って伊豆諸島へ向かっていきます。チケットを買って伊豆諸島4つを巡るフェリーアゼリアに乗船します。下田を9時半に出てから神津島、式根島、新島、豊島と回って下田まで約7時間の航路です。今回は途中の新島で下船します。こじんまりとした建物がありますが、ここが下田のフェリーターミナルです。貨物のコンテナなども積んであります。客室に入りました。今回使うのは一番安い2棟の客室です。ボーディングブリッジが外れていよいよ出港です。土曜日ですが結構ガラガラでした。ゆっくりですが少しずつ離岸していきます。観光客と思われるお客さんは少なく、出港時も特に船外に出て見送りする人はいませんでした。船に乗り慣れた島の人が多かったのかもしれません。ここから新島まで4時間の船旅が始まります。この旅で乗ってきた伊勢湾と駿河湾フェリーを大きく超える長い旅路です。出港してしばらくすると下田の街を一望することができます。フェリーも似たような景色を見たのでしょうか。少し上を見上げると明らかに環境に悪そうなガスが排出されています。色だけで判断するのはあまり良くないかもしれませんが、なんとなく大丈夫かなと思ってしまいます。建物が密集する下田の街から分かれていきます。山に囲まれたとてもいい場所だと思います。そしてここには下田のシンボル、寝姿山があります。しばらくすると防波堤の横を通り下田港を出て、ついに外海に出てきました。船からは早速今回の目的地新島や最初の寄港地神津島が見えています。ここからのんびりとあちらの島々に近づいていきます。そして防波堤はどんどんと離れて、伊豆半島からどんどんと遠ざかっていきます。2014年から走っているこのフェリーアゼリアですが、船内はとても綺麗で大事に整備されていることがよくわかります。この階段の上は上級船室なんですが、僕はチケットを持っていないので入ることはできません。このロビーには自動販売機が何台かあり、飲み物の調達に困ることはないと思います。ここから赤い扉をくぐると2棟の船室に入っていきます。とても広々としていて4つの区画に分かれています。今日は5名ぐらいしか下田からは乗らなかったので、1人で一角を占有できたのでとても快適でした。そしてここにはエチケット袋ならぬエチケットバケツがあります。船内 Wi-Fi もありとても助かりました。先ほども少し紹介しましたが、この船は神津島、式根島、新島、豊島を回っていくんですが、曜日によっては豊島、新島、式根島、神津島と回る日もあれば、逆に神津島、式根島、新島、豊島と回っていく日もあり、僕は計画の時に豊島から回ってくる日だと思っていたので、ギリギリになって曜日が違うことに気づき、慌ててチケットを取り直しました。皆さんもフェリーアゼリアに乗るときは曜日を確認しないと大変なことになってしまうかもしれません。左舷側が出入り口となっていて大きなデッキがあるんですが、右舷側にも小さなデッキがあり、このように景色を見ることができます。2棟の船室にはおそらく1区画に1個コンセントがありました。空いていたので占有できましたが、混んでる時は争奪戦になるかもしれません。神津島まで美しい波の様子を見ながら進んでいきます。ぼんやりとずっと波の様子を眺めてしまいます。外海に出てしばらく経ちましたが、船はそこまで大きくは揺れません。今携帯を固定して窓の外から見える景色でどのくらい船が揺れてるか分かりやすいようにしています。少し分かりづらいかもしれませんが、島が見えたり隠れたりしてますが、このくらいの落差でちょっとずつ揺れています。寝転んだりするとかなり揺れを感じますが、座って携帯をしている分にはほとんど感じない揺れでした。客室にいるのもつまらないので、少し2階のデッキに上がってきました。今見えているのがさっきまでいた伊豆半島です。船の左には伊豆大島、豊島、宇都根島、新島、式根島、そして神津島が見えています。先ほどに比べてだいぶ近くなったと思います。そして海も心なしがかなり綺麗な感じがしてとても気持ちがいいです。島に近づいてくるとこのような鳥を見ることができました。詳しくないので名前はわからないんですが、魚
を見つけると海に急降下して狩りをしていました。なかなかうまく取れないんですが、今みたいな感じで急降下して、そして魚を取ってまた上空に帰っていきます。しばらくすると狩りの対象と思われるトビウオの大群が現れました。鳥もしっかりと捕食しています。船内販売はないので、船内の自販機でカップラーメンとお茶を買ってご飯にします。伊豆諸島と狩りをする鳥、そして美しい海を見ながらの食事はカップ麺であっても最高です。出港から約2時間、船は神津島のすぐ近くまでやってきました。ここからもう少しだけ走って港の方まで向かっていきます。小さな内燃力の発電所がありました。おそらくこの発電所が神津島の電力を担っていると思います。そして間もなく神津島の港に到着します。船の到着は大きなイベントで、多くの島民の人たちが集まっています。船は無事に着岸し、神津島に到着しました。20分の停泊時間があり、この間に人や荷物が慌ただしく動き回ります。島の男たちの力によってボーディングブリッジが外されて再び出港します。次の目的地は式根島です。出港するとすぐに次の目的地、式根島を見ることができます。こちらが先まで行った神津島です。そしてここでちょっとしたイベントがあります。ピンク色の船が少しずつ近づいているのが分かると思います。ここで東海汽船のジェット船とすれ違います。この船は東京を朝出てきて伊豆諸島を巡って、次が終点の神津島です。航空機メーカーのボーイングが作った船で、水中翼を出して船体を浮かせるようにして海を進んでいます。とても速いです。奥からピンク色のものが見えたと思ったら、すぐにこのように目の前までやってきました。そしてこの船の通った跡はずっと残っていて、このように白い一本線になって、どこまでもどこまでも続いています。神津島出港から30分ちょっとで式根島の真横に来ました。港はこの奥の方にあるので、これからぐるっと回って港の方まで行きます。左に新島、そして奥に三宅島を見ながら式根島に近づいていきます。式根島と新島はとても近い距離にあります。無事に港の横まで着け、これから接岸していきます。映ってはいませんが、多くの島民の人が来ていました。無事に接岸しました。画面の右側では荷物の搬入が行われています。本土から運ばれてきたものが降ろされ、そして奥に見えているフォークリフトによって所定の位置まで運ばれていきます。荷物の搬入が降ると、今度は島からの荷物の搬出が行われます。皆さん慣れた手つきでどんどんと荷物が仕分けされていきます。このコンテナは船に積まれてまたどこかへ行くようです。式根島で10分停泊した後、今度は左側に見えている新島に向かいます。新島までは約20分であっという間に着いてしまいます。というわけで間髪入れずに新島に到着です。どんどんと接岸していきます。美しいオーシャンブルーの海が光り輝いています。無事接岸し、ボーディングブリッジが取り付けられます。下田からのお客さんの多くは新島で下船しました。というわけで僕も下船して新島の地に降り立ちました。下田から4時間もの船旅でしたが、とても快適で楽しむことができました。東京から高速船で来るのもいいですが、下田からゆったりと昼間のフェリーの旅を楽しむのもとてもいいと思います。次の船のチケットの発券などをしていると、もうあっという間にアゼリアは遠くまで行ってしまいました。港からすぐのところにちょっとした展望台があったので、そこに登ってみようと思います。先ほど船で少し話しましたが、時刻表を間違えていて、ほとんど時間がなく慌ただしく観光していきます。登ってくると、このように港を一望することができます。目の前の青色の小さな建物がフェリーターミナルです。そしてこちらには美しい海が見え、奥には式根島も見ることができます。こちらには海に囲まれた立地から津波の避難用のタワーがありました。貨物の積み下ろし用の大きな重機や、奥には保安をひっくり返したような形をしている豊島が見えます。計画ではあの豊島に3時間ぐらいゆっくり観光できるはずでした。それが残念ながら滞在時間50分、自由行動時間30分のとても短い滞在時間で新島から去ることになります。先ほど海上ですれ違ったセブンアイランドアイに乗船します。着いたと思ったら、あっという間に新島を出発します。トラックによってボーディングブリッジが外されて出港します。
今回僕は人生で初めて伊豆諸島に来たんですが、あまりにも短い滞在時間でとても寂しいです。日帰りでの伊豆諸島は船の欠航なども考えてあまり勧められた行為ではないので、次は絶対に宿泊を兼ねた旅行をしようと思います。船は猛スピードで進みながら横に無人島のウトネ島を見えます。人がいたこともあった島です。そして今度は豊島のすぐ横までやってきました。高速船だとあっという間です。港までやってきました。さすがに水中浴は下ろし、普通の船のように進んでいきます。無事に接岸です。小さな島でしたが、お客さんの出入りがとても激しかったです。本当はここでゆっくりできていたはずなんですが、残念です。大島を出るとジェット船同士の並走があります。あの船は大島発の東京行きです。ガラガラのアゼリアとは異なり、こちらの高速船はかなり混んでいて、豊島からは窓側にお客さんがいらしたので、あまり映せず、もうお台場の方まで帰ってきました。グランド日光東京台場やヒルトン東京お台場が見えています。そして大きな目玉であるレインボーブリッジの下をくぐる瞬間です。僕は初めてレインボーブリッジの下をくぐりました。この橋をくぐればもう船旅も終了、まもなく終着の竹芝桟橋に到着します。大阪から東京までかなりの縛りでなんとかやってくることができました。ただ今回の目的地は東京駅なので、もう少しだけ頑張ります。新島からわずか3時間弱でこの東京竹芝桟橋までやってきました。ここからは少しだけ歩きます。東京竹芝桟橋の有名な広場です。奥には特徴的な水色の高架ゆりかもめの線路がありますが、これには乗りません。しばらく歩いて JR 浜松町駅の横を通ります。しかしここから電車に乗ることはできません。竹芝から15分、地下鉄の大門駅からこのバスに乗ります。混んでいたので何も取れませんでしたが、あのバスで赤羽橋駅前まで行き、そこから東急バスに乗り換えました。この東急バスが旅の最後の走車です。赤羽橋を時間通りに発車します。さっきまでは美しい海のある静かな伊豆諸島にいたんですが、あっという間に都会の喧騒に帰ってきてしまいました。4日前の大阪から始まったこの旅も、もう間もなくフィナーレを迎えます。東京タワーからバスは混んでしまい映像を撮れませんでしたが、ついに終点の東京駅までやってきました。見慣れた丸の内駅舎が出迎えてくれます。大阪から4日間ディーゼル列車やフェリー、路線バスを乗り継いで、ついにここまでやってくることができました。バスは無事に終点の東京駅、丸の内南口に到着します。というわけで、ゴールの東京駅にやってきました。ここまで4日間のご視聴、本当にありがとうございます。便利な使用期間を禁止したこの旅は、普段行かない場所をたくさん通り、とても楽しむことができました。そして普段当たり前に使っている主要交通機関がどれだけ安く、そして早く快適なのかを痛感させられました。これからも面白い動画を上げていきますので、チャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。